でも同じかなと思って、一番ムカついてる先生に。なるほど。それでは北村さんと神保さんの投票結果を同時に開けます。でしょうね。というわけで4日目の朝に追放されるのは中村さんに決定しました。ごめんなさい。ですよね。ここで人狼チームの勝利が決定しました。おめでとうございます。今の追放会議で人狼と市民が同数になってしまいました。でも完全に負けたと思いました。僕あんなに占い師だと言ってるのにあんなに疑われる占い師もいないですよ ね。そうですよね。強烈に疑われてましたよね。よっぽど下手なんだなと思って。いや僕だからここでどうやって助け舟出そうかなと思ったんですけど、それをやっちゃうとなんか逆に危ないなと思ったので。ですよね、はい、傍観してたんですけれども、はい、今回北村さんが全然喋らないし、もう 100% 下手くそですよ。あれだけ下手くそな占い師に騙されるのもどうかと思います、ね、いやそうだから最後そうなんですよ。どこ信じるよさったよ。デカ出てきたじゃんね。デカ、はい、急にで言ってること全部当たってたんだよ。カノンの言ってること。でも先生の方が弁が立ってたからそう信じちゃいました。弁立ってなかったって考えたら全く自信なかったです。もう実際本当に負けたと思ったんですよ。完全負けでしょ、思いました、思いました。やっぱ最後の北村さんの中村さんにこの問いかけるところね、うん、最後のね、うん、市民だっていう、そこがキーパーです、ね、あそこがやっぱうまいですよね。市民そう市民で言ったんで当たってると思ってちょっと信じた部分、それにかけたっす。伊藤さんではなくてこっちなんですよね。女子はね占い師の言葉信じちゃうんですよ。そうでしょ。一気に変わったもんね。あんなうさんくさい占い師よ。街でやってたら絶対入らない。